今なんかねちょっと嫌な表情見たね。白加古方面工事中とかなったけど、おい大丈夫か、おい行けるのか行けるのか行けないのかどうなんだい。筋肉んじゃねえよってね、どっちなんだいって感じだね。行ったるわ。あ、片側交互通行だから大丈夫じゃね。うん。白加古来るのも久しぶりだね。30年ぶりぐらいかな。俺まだ20代っていうか20歳だよ。わあ、道きれいにしてるんだ。すごいすごい。アスファルトのね、匂いがしますね。あ、表示がいっぱい出てますよ。何でしょう。まあ、とりあえず斜め左方向に入る。あ、白加古って書いてあるね。こっちだね。よっしゃ、行っちゃったけど、着いちゃった？もしかして。白加古。あ、駐車場。へえ。バイク止めるとこどこだろう。二輪車どこ止めんのかな。はい、白加古に着きましたね。白加古こんな感じですね。やっぱりマスク、あ、すごいすごい、白鳥の餌とか、あり、白鳥の餌とかありますね。すごいね。ちょっと歩いてみよう。白加古の四季、椿咲いてるよ。今キャンプ場なんだねここ。へえ。もう昔の白加ユートピアランドはすべてキャンプ場へと変わっております。湖。あ、向こうまで行きたくねえな。でもせっかく来たから行かねえと損だよな。作り物かと思った。生きてますね、あれ、白鳥。へえ。なんか食ってますよ、白鳥。白鳥あんま近づくとね、逃げちゃうからね。白鳥です。ボートは今営業中止。ちょっとあれに乗った親父の姿っていうのもこう面白いものがあるんですけどね。すごいね。鯉もいますね。やっぱ今キャンプブームだもんね。白加古、鯉、あ、そうか、鯉の餌って書いてたな。ね、意外と周りが何も見えねえんだよな。山だったり、うん、鳥がいっぱい。すごい。まだ食ってるやな、白鳥。なんだろう、この達成感のなさ。なんかもうちょっとすげえの期待したけど。まあいっか、久々の県外のツーリング、ここまで楽しかったしな。帰りまた別のとこ寄って帰るかな、気が向けば。ということでね、ここが白加古ですね。はい、どうしよう。桜の時期は綺麗なんだろうね。全部山桜、ね、
まだ桜には早かったかな。猫さん。ね。逃げた。ね、怖いね、いきなりこんなおじさんの話が来たらね。お猫様です。あったかいね。ね。お猫様がいらっしゃいます。お猫様。にゃー。こっち向いてよ。にゃ。ね。ということで、シダ加工後にしましたね。うん、思ったよりかつまんなかった。思ったよりかつまんなかったな。まあいいか。目的地にたどり着くまでが楽しいよね、ツーリングってさ。本当かい。なんでね、ちょっとこのまま帰るのも尺なんで、山並ハイウェイの残りを走って帰ろうかななんて思ってます。ていうかね、グラオ燃費はまだ100キロ走って1メモリしか減ってねえわ。すげえ。 VTR だとちょっとそろそろ給油を気にしないといけない頃なんだけどね。コスパがいい。さてさて、どっち行こう。右だな。右。同じ道帰るのはなんかなえるからね。あ、反感応式久しぶり見たな。どこでか、あ、こっか。最近少なくなってきたよね、反感応式信号って。海みてえな。よし、別府方面に行きましょう。